皆さんこんにちは。今回は文章中に出てくる様々な記号について日本語でそれぞれどう読むのかご紹介していきたいと思います。文章中の出現頻度は比較的高いのですが、試験では出ないからか授業ではなかなか勉強しないものです。そこで今回はできる限りたくさんの記号の読み方について集めてきたので一気にご紹介していきます。それでは始めましょう。イコール、イコール、ニアリーイコール、ニアリーイコール、ノットイコール、ノットイコール、小なり、小なり、大なり、大なり、コロン、コロン、セミコロン、セミコロン、コンマ、カンマ、コンマ、カンマ、アットマーク、アットマーク、シャープ、シャープ、鍵括弧、鍵括弧、括弧、括弧、点、ピリオド、点、ピリオド、点、当点、点、当点、ハイフン、ハイフン、アンダーバー、アンダーバー、米印、米マーク、米印、米マーク、アスタリスク、アスタリスク、丸、句点、丸、句点、スラッシュ、スラッシュ、プラス、足す、プラス、足す、マイナス、引く、マイナス、引く、かける、かける、割る、割る、まるまる、ほにゃらら、まるまる、ほにゃらら、大なりイコール、大なりイコール、小なりイコール、小なりイコール、中括弧、中括弧、大括弧、大括弧。いかがだったでしょうか。一回見ただけで全て覚えることは難しいと思うので、ぜひ何度も繰り返し見て少しずつ覚えていってくださいね。それでは今回の内容はここまで。また次回お会いしましょう。さよなら。